おはようございます。社会保険労務士の大五郎です。今日も一日頑張っていきたいと思います。緊急事態宣言、一体どうなるんでしょうか。まずはスタバに朝一でやってきました。本日はいつもと違うスタバです。しかしやることはいつもと同じです。今日は車で事務所に行きたいと思うんで、この後渋滞を避けるために少し時間をずらして出勤したいと思います。お昼はスタッフとランチに行きました。今日は少し贅沢なコースにしました。まずはごまさばですね。福岡の名物料理の一つです。そして唐揚げと卵焼き、こちらも定食のセットです。こちらのお店は炊きたてご飯が名物でして、釜で炊かれた炊きたてご飯、とっても美味しいです。そして金目鯛、脂が乗って、こちらも本当に美味しかったです。税込み1400円、福岡ならではの定食です。おごちそうさまでした。そして食事中に電話がかかってきて、行きつけの美容室の予約が空いたということで、夕方から私髪を切りに来ました。ちなみに、iPad、 それからスタバのコーヒーを持参しています。ちょっと恥ずかしいですが、早送りで私のカットを見てもらいたいと思います。もう間もなく仕上がりとなります。どうでしょう、イケメンになりましたでしょうか。本日スケジュールがめちゃくちゃタイトですので、まずは一日の流れを事前にチェックしています。時刻は11時10分。ランチを食べるなら今しかないということで、チキンカレーを食べに来ました。こちらで550円のセットです。安いです。早いので朝日が差し込んでいます。15分で食事を終え、颯爽と出てきました。出てきたつもりですけど、ちょっと微妙ですね。昨晩事務所の内装工事をやって、帰り着いたのが朝4時でした。もう必死で朝からパンを流し込み、コメダコーヒーで朝活をしました。そして夕方からは焼き鳥をまた食べに来ました。いただきます。まあ、通常ですね、このあと夕食後には夜の作業、仕事を行うんですけれども、この日は眠すぎてダウンをしてしまいました。本日も素敵な一日を過ごせました。皆さんに感謝します。